あれは気にしないであれだけやろうと思って優勝とかじゃなくて全速でやってターンするのをこの場所ここでやろうとしか決めてなくて、いや一応左手が通りそうになったんですけどでもそれじゃあもう記念レースで通用しないからターンを変えたいと思って、もう夜もずっとミネ君の YouTube 録画したのを高校3コースのまくり出し見てて、もうそれだけやろうって決めて、それだけはやろうって思ったらうまくハマってみました。ずっと見てましたでも全然イメージがわからなくてまだしてないよ今は今のでもできてないできたけどできてないそう本当に自信なくしてきたんで、あの記念でも割れすぎて本当にここ来るとき無視でも通用してなんか、なんか地元の山は登り詰めたんだけど、いきなりダービーでゲレスト見ちゃってあの普通の山の登り方忘れちゃった感じで来たんで、目指してあげてよマネージャーなんですよマネージャーのおかげでモテてるよ、モテてるよ、モテてるすぐその黄色いはい、わかりました、なんなりしたえ、脱いでいい脱いでいい終わりました、脱いでいい幸せで自信になりましたってブラボーブラボーブラボーお前できるのかパンティーイエまだ信じられないですこれであれですね、年末にいい弾みがつきそうですね、はい、はい、そうですね、まあ次の三国です考えているのは次の三国しっかり合わせて一個一個ですね、はい、はい、本当にたくさんの応援ありがとうございました。いやまだ信じられないですけど、いそいそこれからもターンを磨きかけれるように頑張るので応援お願いします。ありがとうございました。